お父さんしかしたくましいですね。こんなような体ですね。いやすごいですね、肩の筋肉的。あ、おかえり。かわいらしい。どうでしょう。あ、かわいいな。かすかちゃんどうすんの。まだよくわかりません。まだよくわかんない、はい、うん、お姉ちゃんたちのようにこうお父さんのお仕事手伝うのかな。あまりやりたくない。おい、ほつかむしい人、もうもらえてからみんなニコニコしてくれてる。おい、仕事先からの集金があり余裕が出た時が給料日。はい、座れ。はい、小遣いだよ。はい、はい、これも頼む。はい、ゆうち。はい、ふじょう。はい、りっち。頑固親父の夢は、子供たちがそれぞれ独立して会社を持ち、家族のコンツェルンにすること。厳しく当たるのも将来を考えての親心。とはいえ、たまには愚痴の一つも言いたくなるのも事実。今日、給料日だったんですよ。ええ。給料日っていうのは、あれ、決まってるの？決まってないですね。決まってないの？はい。まちまちですね。まちまち。はい、お父さん気が向いた時にみんなくれるわけ。まあそうですよね。中身ちょっと見ていただけますか。給料っていうよりお小遣いで。マサルさんは長男ですから、いくら。1、2、3。この前に起きるって言ってかす形でもらったのはいつ。だいぶ先ですね。どのぐらいになります。どのぐらい経つかな。結構経ちます。結構ってどのぐらい。2、3ヶ月。え、2、3ヶ月もらってなかった、まとめてくれるときはだから30万とか50万。あ、ただあの3ヶ月後とか、うん、ね、あ、長くなっちゃうんですけど、うん、まとめてくれるときはやっぱそのぐらい。満足してます。うん、ちょっと足んないですよね。足んない。君は出ていこうと思えばすぐでできるわけだな。いや、19だ。20歳になれば出ていける。アパートとか。そう、20歳なら出ていく。いや、まあ、考えはある。ある、ある。お兄ちゃんとして。でも俺はダメですね、やっぱ考えちゃうから。何したの。そうか。出てってもいいけど、うん、あとがやっぱね、そういうの思っちゃうと、やっぱなかなか飛び出したくっても飛び出せない複雑な胸の内。ちょっと手見して。ああ、うちの娘の手と全然違う。ちょっとほら、タコできて。すごいな。もう何年だっけ。6年目か。6年目になるとこんなたくましい手なんだ、タコできて。ほら、元からだけど。好きなお父さんってどういう時に好きなのかな。お父さんとして好きなの。優しい時かな。お父さんね、ただああいうガミガミ言ってる時だけじゃないんだ。優しい時もあんだ。酔っ払ったりしちゃったらしいね。あ、言葉がなくなる。例えば、パッと起きた時にさ、パッと雨だと。あ、見る。雨の音がた、降ってるよって、もう、もう気分がなんか、雨だ、安いかなって。そうか、普通だったら雨だと、暗くなるんだけども、宿主系の女性たちは雨が降ると嬉しくなっちゃう。降ってるよって。ご主人。はい。これこんな格好でいいですか。そうです。こんな格好で失礼ですけど、政治みたいですね。政治歌手みたいですね。ちょっと見てください。ラーメン。うわ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 。これも身だしなみでね。
出てくる時の身だしなみ、これがないと寂しいんです。はあ、これが足です。必ず、どんな近場でも、どんな近場でも、はあ、タクシーからタクシーでタクシーから私何件もね、はあ、タクシーで長谷回り、毎晩はしご酒。社長、ちょっとカバンの中身ちょっと見てみたいんですけど、ちょっと見せてくださいよ。紙ばっかりだね。いやいや、ちょっとどんなの入ってるかちょっと見せてくださいよ。さっき、まずこれですか。全然ないね。いや、あるじゃないですか。これ全部一万冊でしょ。いや、千冊じゃない。じゃあ、だってこれってなんでこれ持ってあるのか。使わなくてもやっぱり寂しいんだね。寂しい。多少でも持ってあるから。来ましたね、ついに。いつもだいたい今2時、このぐらいの時間まで飲むんですか。早い方ですね。おはよう。はあ、子供たちがね、仕事のことでお父さんについていってることで不満持ってると思います。あると思いますね。自信満々じゃないと子供はついてこないですね。でもそれ一方的な権利でしょ、それは親の。でも親は育てなくちゃないしね、右利きで子供ってのは動くもんだから、子供に睨みがきかない父親ばかりのご時世に呆れ返って泣けてくるほどの頑固親父であります。どうですか。うち帰るんですか。そうです。今からうち帰るんです。どなたが待ってくれてるんですか。奥さんと子供でしょうよ。奥さんと子供待ってるんですよ。待ってるんです。どなたが待ってるんでしょう。ああ、親は両親が。どうして家に帰るんでしょう。お金がないから。どうして家に帰るんですか。普通本能だから、どうしても帰らなきゃ、帰るとこないじゃない。うちしか。やっぱり安心するから。家路を急ぐ人がいて、またそれを送る人がいる。伊藤道夫さん、ちょっとした司祭があり、タクシー運転手となって8年。仕事が上がるのは深夜3時。どうさん、どうも。で、今この時間お帰りになるとどなたが迎えてくれるんですか。まず誰もいない、迎える者はいないんじゃないかなと思いますけどね。横浜のこの家に越してきたのも8年前。伊藤さんにとって8年前は一つの転機だったのです。静まり返った家の中で一人グラスを傾ける。一番気持ちが安らぐというか、ほっとするときはどういうときが一番。朝にいつものようなね、その音を聞くって言いますか、子供の声だとか、掃除のする音だとか、そういう音を聞いたときはほっとしますよね。この家で暮らす伊藤さんの一家は現在8人。伊藤家では一番最初に起きるのは、ママさん、猫とママさん。次に起きるのはさっちゃん。さっちゃんが2番目。そうです。あ、おはようございます。さっちゃん、お母さんお父さんのことをさっちゃんは何て言うの。おばさんだから。おばさん、おじさんって言うの。おばさん、おじさんって呼んでんの。え、今さっちゃん聞いたらおばさん、おじさんって呼んでるんですって。そうだね。どうして。どうして。お母さんいるもん。お母さんと離れ、この家で暮らすさっちゃんの身にどんな事情が秘められているのでしょう。血のつながりはなくても一つ屋根の下で暮らす一家があります。家庭に恵まれない子供を預かり、我が子として育てるようになって8年経ちました。どうも、はじめまして。おはようございます。田畑隆二です。田畑隆二君。朝も必ずなんか自分で仕事を
決まってるわけだ。母子家庭だった龍二君のお母さんは生活に困り果て児童相談所に相談、そして妹のさっちゃんと共に伊藤さんのもとに預けられたのが8年前のこと。おはようございます。おはようございます。お名前は？伊藤千蔵です。あ、伊藤さんってことは、はい、つまりこちらの息子さん。あ、血のみごの頃から乳児院で育てられ、今年伊藤さん一家の家族となった正幸ちゃんと俊和ちゃん、ともに3歳。これ靴下履かなくていいかな、2人とも。いいんじゃないの、うん、あ、ほら何やってるの。あ、ほら、その履かなくなってるでしょ。向こうから行っといて、向こうは回っといて、押して、そっと押すんだよ。もう眠いんでしょ。非番の時はもっぱら子供の相手をする伊藤さん。養護施設の指導員と保母であった伊藤さん夫妻が家を持ち、そこで子供を預かるようになって8年が過ぎます。抱っこしよう。ん、踊った。うん、ママ。市から子供たちに対して援助はあるものの、それだけでは賄えずタクシー運転手をしている伊藤さん。伊藤さんの息子さんたちも両親と共に養護施設で一緒に暮らしてきたんです。人が見たら仲のいい6人兄弟、実の兄弟と同じ笑みがこぼれます。さっちゃんの方から、うん、例えばこう、まあ、お母さんから来た手紙とかね、うん、それから家族で写した、まあ、5歳ぐらいの時の写真とかさ、赤ん坊の時の写真とかない？うん、お母さんと行った時に、うん、もう兄ちゃんとね写してもらったのはある。写してもらった写真はある。ちょっとあ、見せてくれる？これはお兄ちゃん、うん、これさっちゃん、うん、お母さんの写真なんかない？うん、ない。お父さんの写真も？うん、ない。じゃあお父さんは知ってる顔？知らん。知らない。そうか、お兄ちゃんも知らないのかな。うん、多分知らないと。伊藤のおじさん、おばさんは、もう一回最後に聞きたいんだけど、なんだろう。自分の育ての親。じゃあ、その産んでくれたお父さんお母さんは、まあ離れてるけど、なんだろう。もう一応親。できる、一緒に住みた。不幸な星の下ばかりがあるわけじゃない。今、4人の子供たちには寄り添う父と母、兄弟がいる。赤々と灯る家がある。物心ついた時からもうこういう生活してますんで、そういうことはあんまり、何も実の子とかそういうことはあんまり感じたことがないですね。あんまり他人とかそういう雰囲気じゃないですよね。なんかそういう考えじゃなくて、なんだろう、他人じゃないよ。他人っていう感じじゃないですよ。とりあえず他人じゃない。ああ、孫娘を引っ張って、孫娘がおばあさんを、おばあさんがおじいさんを引っ張って、とうとう株は抜けました。めでたしめでたし。私自身も彼や彼女たちから力もらってますからね。もうそれは事実ですから、特にもう小さい子なんていうのは本当に力くれますからね。もう自分がこう生きていくのにやっぱり本当力もらってると思いますね、うん、育て育てられ、うん、育ち合うっていうかね。そうだ、うん、それが元だよね、私たちの。子供に導かれる人生と、幸せな導きを待っている子供がいる、家族がいる、惑いがある。まあね、一口に家族って言いますけどね、はい、今みたいに本当は血がつながっていない者同士がこうやって一つのね屋根の下に暮らしながら、
立派に家族として成り立ってるってすごいよね。やっぱり私たち家族ってこういうもんだって常識で分かってるつもりだったけど、分かってないもんかもしれませんね。うん、うん、そう、もう一つのパターンじゃ絶対測りきれないという ね、 うね、感じだと思うのね。はい、うん、私あのね、うん、お父さんカラオケ歌ってたお父さん出てきましたね。まあ、はい、あの、子供たちは大変だなと思いましたね。そうだな、でもね、僕は今日見